横断歩道の手前で止まって、まずサイン。だらん。はい、またまたやってまいりました。おうちで学ぼう交通安全。私はもうすっかりおなじみの横断歩道のしましまお姉さんでーす。お外に出てみると春の予感がしてくるようになりましたね。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。はあ、ママくんこんにちは。やあみんなこんにちは。僕は魔法幼稚園のまもるわたるだよ。明日はひな祭り。しましまお姉さんはひな人形とか飾っちゃったりしてなんかするの。まあね。でもどうしてひな人形飾るの。じゃあ今回はひな祭り特別編お送りしようと思います。ひな祭りの由来はね、上司の節句といって3月最初の巳の日は中国では忌み日とされ、迷惑に見舞われやすいとされた日なんだ。迷惑？説明しよう。前回しましまお姉さんにやっつけられた迷惑なんじゃーは、迷惑というキーワードだけで現れるパワーを手に入れたのだ。ワイの名は迷惑なんじゃー。え？迷惑なんじゃ？迷惑なんじゃー言うとるやろが。もしかしてでもこうしてわざわざお祝いしに来てくれるなんて勘がいい人なのかもしれないな。すいません。続きをやってもいいですか。どうぞどうぞ。平安時代には貴族の皆さんの間で流し雛がバズりました。それは自分の災難を代わりに引き受けさせた神人形を川に流すというものでした。やがて豪華なお雛様を飾ってお祝いするようになり、女の子の健やかな成長を祝う行事に発展したわけでありんす。ありんす。伝統的なひな人形はね、七段飾りと言われるこちら。一段目にはお内裏様、親王ともいい男女一対の人形なんだね。ちなみに関東では向かって右が女びらなんだけど、京都なんかではその逆だったりするんだよ。二段目は宮廷の女官である三人官女の皆さん。そして三段目には五人囃子。五人囃子？なんでそれが出てくんの。アホやな、パスタ屋のことやろ。それは五右衛門。もはや五しか合ってないし。さあどんどん行きますよ。四段目には宮廷を警護する武官、いわゆる SP。 右大臣左大臣といった方が分かりやすいかな。左大臣にはヤングメン、右大臣は大パイセンでございます。さあこれ以降はあまり知られていないマニアな段ですな。5段目には3人1組の市長、宮廷の脱用係といったポジション。笑い、泣き、怒りの表情から3人上後とも言われてるんだよ。お笑い担当ってかというか、白い作業服を着た彼らは地方労働者。当時君主が地方の住民を無報酬で働かせるというなんともひどい制度があったそうな。迷惑な制度やの。何それ。迷惑っちって見ただけなのに面倒くさいやっちゃな。改めてゴージャスね。なかなかフルセット揃えるお家はないんじゃないの。お家に突然こんなでっかいの置かれちゃったら、それこそまさに迷惑なんじゃ。基本的には男女対の人形を並べればオリジナルひな人形の完成だよ。かわいい。しましまお姉さん、あなたひな人形を飾っていつまで健やかに成長するつもりなんだっちゅうの。うるさいな。迷惑なんじゃなくてに。迷惑なんじゃ言うとるやろが。ひなあられ全部食べないでよ。似てる。ひなあられはね、焼き米の一種で、もみ殻がついたままのもち米をゆっくりいって作るんだよ。よく派手ると吉、あまり派手ないと凶とされて、その年の吉凶を占ったってわけさ。そしてお祝いには欠かせない白酒は、飲むと邪気を払うと言われてるんだ。白酒は子供が飲んでもいいの。白酒はアルコールが入ってるからブブーだね。なので子供には甘酒を用意しましょう。少し白酒でされたか。
とあんた、なんで昼間から飲んじゃってんの、ま、お家で飲んでるだけだし、人に迷惑かけてないからいいにゃん。なんやと。そうだね、白酒飲んだら邪気なくなっちゃうって言ってるし。やべーねあれ、迷惑かけそびれていなくなっちゃったに。さてさて、そろそろおしまいの時間が近づいてまいりました。本日の動画はいかがだったでしょうか。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた、お邪魔ばー邪魔。